はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。2024年も期待作が続々と登場し、これからも面白そうなゲームがたくさん登場してきますが、今回は Steam で2024年リリース予定の面白そうなマルチプレイ作品を紹介していきます。2024年リリースが予定されている大注目の期待作はもちろん、隠れた名作候補なんかもあるかもしれないので、ウィッシュリストの参考にチェックしてみてください。今回の紹介では日付が決定しているものや2024年などの表記があるものをピックアップしていますが、近日登場や発表予定の作品が突如登場することもあるので、今回紹介する作品以外にも皆さんが期待している作品や興味がある作品があればコメントで教えていただければ幸いです。なお今回紹介する作品のリリース日や対応言語は現在時点での情報となり、今後変更となる可能性があることはご了承ください。それでは早速見ていきましょう。まずはじめにアウトポストインフィニティシージ、3月下旬の新作紹介で紹介しましたが、なんか流行りそうな気がするんでもう一回紹介しておきます。本作は押し寄せる無数の敵と戦う複数のジャンルを融合させたハイブリッドシューター。探索サバイバル、基地建設、タワーディフェンスの要素をメインに、多人数での協力プレイに重点を置いた一人称視点のシューターゲームです。未発売の新作を探していると、この手の探索サバイバル FPS とストラテジーを融合した作品がちらほら見かけられたので、もしかしたらこのジャンル注目かもしれません。まあ、そんな本作なんですけども、シグネットと呼ばれるシステムによって人類文明は崩壊、残っているのはシグネットの監視の目を遮ることができるフォースシールドを備えた少数の全焼基地だけ。プレイヤーはシグネットが差し向ける敵から人類を守るため、シグネットの監視が及ばないエリアに侵入して探索を行い、資源を集め強固な拠点を構築して迫り来る無数の敵と戦闘を繰り広げていきます。ゲームは複数のジャンルを融合させたハイブリッドジャンルなゲーム。探索モードでは一人称視点シューターで、ランダム生成されたマップを探索しながら資源や物資を集めるとともにミッションを達成して拠点への帰還を目指し、リアルタイムストラテジーのようなコマンドモードでは拠点建築や防衛設備の構築、離れた場所からのサポートユニットへの指示や砲撃支援などを行うこともできるようです。基地を構成するパーツには様々な機能を持つユニットが存在し、プレイヤーオリジナルの基地を作ることができ、ウェーブ制でやってくる敵の軍勢に合わせて必要なユニットや兵器を配置しての激しい戦闘が繰り広げられていくようです。トレーラーを見た感じでは、グラップリングフックのような装備で素早く移動したり、マクロスみたいなロボットに乗って戦っている場面などもあり、とにかくスケールが大きそうなハイブリッドジャンルなゲーム。アウトポストインフィニティシージは2024年3月27日リリース予定、日本語対応の作品です。デッドアイランド2、街や島にはびこるゾンビと戦いながら生き延びるゾンビサバイバルアクション。2011年にリリースされたゾンビサバイバルデッドアイランドの続編タイトルで、2014年の発表から制作の一時中断や開発スタジオの2点3点の変更など紆余曲折を経て、昨年エピックやコンソールでリリースされ、ついにSteamにも登場します。本作の舞台は前作デッドアイランドから数ヶ月後の世界。新たに発生した強力なゾンビたちの影響によって、アメリカ軍はカリフォルニア州を完全な検疫制限区域にして、プレイヤーはカリフォルニア、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ビバリーヒルズからベニスビーチまで、実際のロケーションをモチーフに再現された大都市を舞台に物語は展開。ブログが怪奇描写である身体断裂システムが搭載され、ゾンビたちの内臓を様々な武器や戦術でぶちまけながらの激しい戦闘が繰り広げられます。また、ゾンビたちを投げ倒しながら突き進んでいく中では、メインストーリーを外れたサイドミッションやアイテム探索を行ったり、強力なゾンビを避けるルートを取るなど自由に行うことが可能です。ゲームでは、それぞれに異なる特徴や能力を持った6人のプレイアブルキャラクターが登場。特徴的なシステムとして過去作に存在したスキルツリーが存在せず、本作では新たにスキルデッキと呼ばれるシステムが追加されており、このシステムではスキルデッキにセットされた特殊キックやパンチなどの技を持つカードを入れ替えることが可能で、例えば戦っているボスが自分の攻撃に対して耐性を持っていた際、すぐにカードを入れ替えて戦闘スタイルを変更することができます。また本作はソロプレイのほか最大4人での協力プレイも可能で、仲間と共に血まみれの戦闘を繰り広げ、物語を楽しむことができます。デッドアイランド2は2024年4月23日リリース予定、日本語対応の作品です。オッドスパーク&オートメーションアドベンチャー、工場自動化リアルタイム戦略アドベンチャー。奇妙で可愛いスパークと呼ばれるキャラクターが住むファンタジー世界を舞台に、プレイヤーはスパークたちに指示を出し、自動で動くワークショップの設計から資源の収集、アイテムの生産、そしてモンスターとの戦いまで幅広いゲームプレイを楽しめる作品です。
本作ではベルトコンベアを駆使する代わりにスパークたちが活躍し、物流の最適化を目指すには彼らの動きを管理することが重要。またスパークたちを連れての冒険では様々なバイオームでの多彩なクエストなども用意されており、遺跡やダンジョンなどで敵と戦い、新たな技術やアイテムの入手のほか、謎に満ちたスパークの過去を解き明かしていくといったストーリー要素もあるようです。本作はシングルプレイのほか、公式サポートは最大4人ですが、人数の上限はないとのこと。公式ホームページには何の順位かは分かりませんが、 Steam Next Fest 2024 2月にて街づくり、自動化、資源管理の3部門で3位を獲得。全1246タイトルの中で総合35位と期待されています。それと本作日本語未対応ですが、ウィッシュリストやフォローをすることで日本語対応促進に協力できるとのこと。本作に限らず制作者サイドは利用言語ユーザーのウィッシュリスト、フォロワー数なども考慮してサポート言語を追加していくので、気になるゲームが日本語未対応でもウィッシュリストやフォローすることで日本語対応するかもしれないので入れておくことをお勧めします。スパークたちと共に自動化を行い、奇妙で魅力的な世界を冒険する工場自動化アドベンチャー、オッドスパーク&オートメーションアドベンチャーは2024年4月25日リリース予定、日本語未対応の作品です。ファウンドリー、ボクセルデザインをベースにした工場自動化シミュレーション。続いても工場自動化の作品ですが、本作のパブリッシングはハーツオブアイアンやシティーズスカイラインを手掛けるパラドックスということで期待値は高めです。先ほど紹介したオッドスパークとは少し違い、サティスファクトリー感が強めな印象。ゲームは無限に広がるランダム生成されたボクセル世界を舞台に、プレイヤーはロボットになって自由に工場を建設する一人称視点のシミュレーションです。初めやって作業で資源の採掘やアイテムの生産からスタートし、やがては複雑な生産ラインやベルトコンベア、パイプも電力システムを駆使して自動化された生産施設を構築。技術研究を進めれば進めるほど新たな機械がアンロックされ、より高度なテクノロジーを駆使しての最適化された工場建設が可能となります。作中では山、ジャングル、鉱山など多彩なロケーションが登場し、そういったさまざまな地形にまたがって広大な工場を建設することができ、さらには地下深くや空高くなどあらゆる場所に機械を設置できるなど、かなり自由度が高い作品になっているようです。詳細は明らかにされていませんが、トレーラーではロボットを生産する映像が映し出されており、ロボットがロボットを生産してより高度な自動化が構築できるのか、それとも別の用途があるのかも気になるところです。本作はオンラインでもローカルでもプレイすることができ、開発元の推奨では2人から4人ですが、人数に制限はないとのこと。ファウンドリーは2024年5月3日リリース予定、日本語対応の作品です。ウォーハンマー 40K スペースマリーン2、ダークな SF ファンタジーで描かれる三人称視点のアクションシューター。本作はハードコアな SF やオカルト、宗教的な文化要素が融合されたミニチュアゲーム、ウォーハンマー 40K をベースに制作され、高い評価を得たウォーハンマー 40K スペースマリーンの続編です。13年ぶりの続編となる本作では、長きにわたる戦争にて荒廃した遠い未来、皇帝とインペリウムに忠誠を誓うウルトラマリーン戦団のエリート戦士タイタスとなって、インペリウムの領内に大群で押し寄せてきた昆虫型エイリアンティラニットを駆逐するため、仲間たちと共に正体を組んでの戦いに挑むことになります。発表当初はシングルプレイの作品とされていましたが、昨年6月に公開された情報ではコープキャンペーンモードを実装し、フレンドや NPC と3人までの協力プレイに対応することが明らかにされ、コープでは他のキャラクターを AI でコントロールすることもでき、銃器はもちろんチェーンソードやハンマー、大釜などを利用したダイナミックな肉弾戦が展開。開発は大量のゾンビが襲い来るワールドウォー Z で知られるセーバーインタラクティブが担当し、映像に収められているような相当数のエイリアンが襲い来る戦闘が楽しめるようで、かなり脳汁出まくりなアクションとなるのではないでしょうか。ウォーハンマー 40K スペースマリーン2は2024年9月9日リリース予定、日本語未対応の作品です。ターミネーターサバイバーズ、映画ターミネーターの世界を舞台にしたオープンワールドサバイバル。先日3月1日フランスのパブリッシャーナコンはターミネーターサバイバーズを正式に発表し、 Steam で10月24日にアーリーアクセスを開始することを発表。ゲームは映画ターミネーターの世界観をベースにしたオープンワールドサバイバル。プレイヤーは AI スカイネットによって引き起こされた30億人が命を落とした核戦争審判の日から4年後の荒廃した世界で生き残った生存者として、文明の再興を目指し資源や仲間を集めながらも、審判の日に何が起こったのか真実を突き止めていく物語が描かれるようです。ゲームはシングルプレイのほか最大4人までの協力プレイにも対応。
審判の日をギリ生き延びたプレイヤーは世界を支配するスカイネットの機械や映画でもおなじみのターミネーター T800、 そしてプレイヤーの命や資源を狙うスカベンジャーと戦いながらも基地を築き、周辺地域の偵察や素材情報収集を行っていくことになるようです。また詳細は明らかにされていませんが、作中ではシリーズを代表するキャラクターのほか、ゲームオリジナルのキャラクターも登場し、新たなストーリーの展開やクラフト要素や車両を使った移動など様々なゲームプレイ要素が盛り込まれているようです。ターミネーターサバイバーズは2024年10月24日リリース予定、日本語対応の作品です。ワンスヒューマン、ポストアポカリプスの世界を舞台にしたオープンワールド MMO サバイバル。物語の舞台はスターダストと呼ばれる汚染の影響によって荒廃した世界。スターダストの汚染は土や水などに影響を与え、汚染された食べ物や水を口にすると消気度や最大 HP が減ってしまうとのこと。さらに汚染の影響は生物にまで及んでおり、汚染された全ての生物は異形のクリーチャーと化し、この世界を支配し始めた。プレイヤーは人類最後の生き残りとして人間の世界を支配しようとしている異次元のクリーチャー、ザ・グレート・ワンスや、かつて人間だった化け物と戦いながらも過酷な環境下で生き抜いていくことになるようです。ゲームは三人称視点のアクションシューター。異常気象や汚染地域といった環境のロケーションを探索し、モンスターと戦いながらもスターダストの謎を解き明かしていくことになるようです。またゲームではテリトリーコアを使った領地に拠点を建築する要素や、世界にある複数の派閥とのやり取りなどもあるようです。ワンスヒューマンは2024年第3四半期リリース予定、日本語対応の作品です。ザ・ミッドナイト・ウォーカーズ。20階建てのビルで繰り広げられる一人称視点の脱出 PVPVE サバイバル。ゲームの舞台はゾンビで溢れ返る20階建ての複合型ビル、グランドリバティセンター。プレイヤーはこのビルの探索を行い、ゾンビはもちろん他のプレイヤーと争い、様々な物資を獲得して脱出を目指すことになります。特徴となるのが20階建ての複合ビル、グランドリバティセンターですが、ゲームではこの階層のランダムな8階層を舞台に展開。建物内には病院やオフィス、ショッピングモール、駐車場、ジムなどテーマの異なる20種類の階層から構築されており、時間が経つにつれウイルスガスがビルの階層に充満し、階段やエレベーターを用いた垂直方向の移動が制限されていくユニークな脱出体験を楽しむことができ、プレイヤーはゾンビ、他の生存者、時間といった要素を考えながらもこのビルから脱出する唯一の方法、エスケープポットに乗って脱出を目指していきます。うまく脱出することができたら、探索で持ち帰った物資をスポンサーやブラックマーケットでの売買でより良い装備やアイテムを整え、再度探索に挑むことができます。3月18日に発表され、 Steam ストアも最近公開されたのでフォロワー数などは少ないですが、流行る要素は十分備えている感じはします。ゲーム的にはビル版タルコフ、最近のゲームで言えば PVPVE ではないですが、リーサルカンパニーが近いのではないでしょうか。ザ・ミッドナイト・ウォーカーズは2024年第4四半期リリース予定、日本語対応の作品です。ザ・ファースト・ディセンデント。基本無料で遊べる予定のマルチプレイ TPS シューター。本作は最大4人までの協力プレイが可能な SF 作品。プレイヤーは未知の力を受け継いだ継承者となって、イングリス大陸を侵略者から守る任務を任されます。この防衛任務を繰り返すうちに、プレイヤーは継承者という存在に隠された真実に近づいていくことになります。継承者と呼ばれるキャラクターはそれぞれ特徴的なスキルと戦闘スタイルを有し、ゲームを進めていくことで複数の継承者がアンロックされていくゲームシステム。この継承者は最大3つの銃器と4つの補助武器、様々な補助攻撃手段を装備して、グラップリングフックを用いた自由な移動と連携アクションを駆使して未知の侵略者や巨大なボスとの戦闘を繰り広げていくことになります。銃とスキルの組み合わせやグラップリングフックの使い方、弾薬や回復アイテムを回収するタイミングなど、戦場で生き残るためには戦略が重要となるようです。そして本作の醍醐味となるのが、敵を倒してアイテムを回収し自身を強化する要素。敵を倒すことで銃のほか、プレイヤーの能力をアップする様々な装備品が獲得でき、この種類は非常に多く、同じ継承者であってもプレイヤーごとに全く違う個性豊かなスタイルが楽しめるとのことです。アンリアルエンジン5の美麗なビジュアルで SF 世界を描くネクソンの新作 TPS アクション、ザ・ファースト・ディセンデントは2024年夏頃リリース予定、日本語対応の作品です。アンレイルド2バックオントラック。ボクセルデザインがユニークなドタバタ鉄道工事アクション。可愛らしい見た目の本作は自動で生成されていく世界に最大4人の仲間と協力して列車をどこまでも走らせていくゲームです。
グレイヤーは資源を集めて線路を敷設して、仲間と協力して列車をアップグレードしながらも自動生成される多彩なバイオームに立ち向かっていくことになります。障害物や列車事故などに対処しながらも、仲間と協力して無事に次の駅へ到着できるかはプレイヤー次第。旅を続ければ続けるほど新たなリワードや永続的なアップグレードがアンロックされ、中にはゲームプレイを変化させる能力や新たなエンジンベルトコンベヤーのような多彩なアップグレードによってゲームプレイが充実していきます。また本作では新たな要素としてトレインコンダクターモードが登場。このモードでは想像力を生かして自分だけのカスタムマップを作り、友達と一緒にチャレンジすることもできるし、他のプレイヤーが制作した無数の作品を遊ぶことができるため、楽しみ方は無限大とのこと。マルチプレイでは前作と同じく最大4人での協力プレイのほか、4対4の8人対戦モードも新しく追加されています。アンレイルド2バックオントラックは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。メックウォーリアー5クラン。壮大な SF ストーリーが描かれるロボットアクション最新作。本作短いトレーラーしかなかったので、途中で前作の DLC のトレーラーとなりますことはご了承ください。本作は1986年に発売されたボードゲームバトルテックを原作とし、架空の未来世界であるバトルテックを舞台に、インナースペースと呼ばれる星系領域をめぐり、侵略者である複数の氏族クランとインナースペースを拠点とする勢力の連合軍による大規模な戦争をテーマとした SF ロボットアクションです。本作壮大な SF ストーリーが描かれる続きものとなっており、2021年にリリースされた前作メックウォーリアー5マーセナリーズでは、時は3015年、5つの星間国家が星間連盟の覇権を継承すべく継承権戦争を繰り広げている時代が描かれ、プレイヤーはその最前線で戦う傭兵となって巨大ロボット兵器バトルメックに登場しての戦いが繰り広げられましたが、本作では侵略者であるクランの物語が描かれ、プレイヤーは士官候補生プログラムを卒業したばかりの新米パイロットとなって、3047年の宇宙で繰り広げられる侵略戦争オペレーションリバイバルに身を投じていくことになります。詳細は現在明らかにされていませんが、カスタマイズ要素や新たなスタイルのシングルキャンペーンなどが予定されており、アンリアルエンジン5を用いたグラフィックの向上による没入感のある戦闘が繰り広げられるゲームプレイを楽しめるとのこと。メックウォーリアー5クランは2024年リリース予定、日本語未対応の作品です。アルフト。浮遊する島々が大空に広がるオープンワールドクラフトアドベンチャー。プレイヤーは風に乗って浮かぶ島々を渡り歩きながら未知の世界への冒険に挑むことになります。ゲームは三人称視点で展開し、大空に浮かぶ島々でのサバイバル、そして探索とクラフトが魅力的に組み合わさり、ソロまたは最大8人でのマルチプレイを楽しむことができます。本作は大空を舞台にした世界観だけではなく、グライダーを使った空中探索、水を得るために流れる雲を利用したり、風車を建設し風の力を利用することで自動化された環境を構築したり、さらには浮島に帆を立てると船のように移動することも可能と、ユニークなアイデアがたくさん盛り込まれています。また浮島の中には菌類の感染が広がり、凶暴なキノコのモンスターが生息する島も存在し、そうしたモンスターとの戦いや菌類それぞれに対応する除去技術を開発し、浮島を開放することで新たな作物や資源、家畜となる動物を入手できるようになります。アルフトは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。レベルゼロエクストラクション。2058年の近未来を舞台にした非対称型サバイバルホラー。プレイヤーは最大3人の傭兵で構成される3つのチーム、または2体のエイリアンとなって、それぞれの目標達成を目指し宇宙ステーションで攻防を繰り広げていくことになります。傭兵チームは武器はもちろん、モーションセンサー、ライトトラップなど多種多様なガジェットを駆使してエイリアンから生き延び、研究データやクラフト資源など戦利品を手に入れ、宇宙ステーションからの脱出を目指し、反対にエイリアンチームは影に潜み、壁越しに人間をスキャンしたり罠を仕掛けたりなど、強力なエイリアンアビリティを使って全ての人間の排除を目指します。傭兵でのプレイでは、回収してきた戦利品を使って複数の商人からの評判を上げることで、より良い装備やユニークなアイテムを手に入れることができ、新たなパークをアンロックして自分だけのプレイスタイルを構築することが可能。またエイリアンも同じくレベルアップして新たなスキルを獲得し、より強力な能力を使いこなすことができるようになるようです。そしてストアページには PVPVPVE と記載されており、エイリアンだけではなく傭兵チーム同士での対人戦も本作の特徴。
探索にあたっては制限時間が存在し、戦利品や脱出ポイントには限りがあるため、傭兵となる3チームは敵対する可能性も存在。対エイリアンではなく対人となるため、それぞれに違った戦略や戦い方での戦闘が繰り広げられていくことになるようです。正直 PVPVE のゲーム、本作では P3 ですが、スチームで成功しているゲームないような気もするのでちょっと心配です。レベルゼロエクストラクションは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。タワーオブアガスバ、神秘の島の文明と生態系を取り戻すアクションアドベンチャー。プレイヤーは神秘の島アガスバにかつて存在した部族の若き建築家となって、島の生態系を守りながらも失われた文明を再建させ、集落や生態系を発展させていくことになります。ゲームは広大なオープンワールドで展開、詳細は明らかにされていませんが、かつて祖先が住んでいたこの地に戻った人々のために、プレイヤーは集落を建設していく中でアガスバを探索し、島に生息する奇妙な生き物たちと友達になったり、アガスバの歴史を紐解く冒険の物語が描かれるようです。ゲームトレーラーでは大空をグラインダーのようなもので滑空したり、広大で美しい海を泳いだりといった場面も映し出され、さらには人の言葉を話す巨大な亀なども登場し、ファンタジーテイストあふれるゲームになっていそうです。ゲーム自体もいろいろな名作ゲームやアニメから影響を受けていることで、私はナウシカっぽいなって印象を感じました。タワーオブアガスバは2024年リリース予定、日本語未対応の作品です。ストリートオブローグ2、アナーキズム全開なローグライク RPG。 2019年にリリースされた人気作ストリートオブローグの続編となり、前作を上回る予測不能なオープンワールドを舞台に、特徴の異なる職業から選んだキャラクターで自由度の高いプレイを楽しむことができます。前作では街が舞台でしたが、本作ではオープンワールドへと進化し、その広大な世界で悪党集団を結成して政府の乗っ取りを企てるもよし、善行を積んで名声と栄光を得るもよし、農場を経営して大金持ちになるもよし、プレイヤーの目標や遊び方など完全に自由な生活を送れるのが本作の特徴。ランダム生成されるオープンワールドは前作のステージの100倍以上にも及び、ネオンの輝く都市、のどかな田園地帯、神秘的な洞窟、陽光が降り注ぐ島々、さまざまなロケーションが登場します。戦闘ではスニーキング、ハッキングといったおなじみの要素に加えて、建築や農業、ドライブといったさまざまな行動が可能で、クラスについても科学者、ハッカー、吸血鬼、泥棒、レスラー、ゴリラなど多彩で、拠点建築要素も充実しており、乗り物についてもカスタマイズ性は高く、仲間を乗せて走ることもできます。本作の物語は汚職に手を染める大統領を打ち倒し、国家権力を掌握する目的としたアクション RPG で、目標に至る手段は完全にプレイヤー次第。傭兵部隊を雇ってクーデターを企てたり、吸血鬼を召喚して大統領暗殺に協力してもらったりと、攻略方法は無数に存在。またオンラインとローカルでの協力プレイにも対応しているため、仲間と一緒に冒険することも可能です。何でもありの予測不能なローグライク RPG、 ストリートオブローグ2は2024年リリース予定、日本語対応の作品です。 It came from... キングメーカー、まさに中世版戦国自衛隊なアクションストラテジー。本作は500年前の戦争に明け暮れるイングランドを舞台に、タイムスリップした主人公がアサルトライフルやグレネードランチャー、戦闘ヘリなどの現代兵器を用いて歴史の流れを変える三人称視点のアクションストラテジーです。知ってる人は見た瞬間戦国自衛隊やんと思ったのではないでしょうか。千葉真一主演の映画で、自衛隊が戦国時代にタイムスリップするといった物語が描かれ、私も小さい時に見ましたが、今出演者見返したらかなりすごい面々が出演されてて驚きました。2005年には江口洋介主演でリメイクもされています。そんな本作なんですけども、タイムスリップしたエリート部隊の一員である主人公が、数千の兵士が AI で動く大規模な戦場部隊に現代兵器を用いて無双したり、攻城戦で城を落としたり、または籠城戦で城を守り抜いたりといったリアルファンタジーな戦いを体験できるものとなっているとのことです。ゲームとしては一番最初に紹介したアウトポストインフィニティシージのように、 TPS での戦闘と各部隊に指示を出すストラテジーを融合させたようなシステムとなっており、戦況に応じて戦闘と指揮を切り替えながら勝利を目指すといったものになるようです。物語的にはポストアポカリプスな未来を変えるため、過去に遡り歴史を改変し未来の危機を回避するというもので、プレイヤーの選択によっては未来の世界のあり方が変わるといった要素もあるようです。トレーラーでは未来世界も映し出されているので、もしかすると過去だけではなくいろいろな時代で戦闘を繰り広げていくことになるかもしれません。ゲームはシングルプレイまたは最大4人でのマルチプレイに対応予定とのこと。キングメーカーは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。
リトルナイトメア3、人気ホラーアクションアドベンチャーリトルナイトメアシリーズの最新作。シリーズを通して小さな子供が不気味な世界からの脱出を目指す冒険が描かれ、全世界でシリーズ累計1200万本を突破した人気シリーズの最新作です。本作ではローとアーロン2人の主人公が美しくも歪んだ世界ノーウェアを舞台に、様々な脅威から逃れ謎を解き、この世界からの脱出を目指す物語が描かれます。ゲームではシリーズ初のオンラインマルチプレイが導入され、最大2人で協力して遊ぶことが可能。なおシングルプレイ時には CPU が片方のキャラクターを操作するとのことです。ローとアーロンはそれぞれが固有のアイテムを所持しており、アーロンはスパナで壁を壊して通路を作ったり、ローは弓矢でギミックを操作したりと、独自のアクションを駆使して互いに協力し道を切り開いていくことになるようです。トレーラー映像でも巨大な怪物が迫る中、2人が協力してギミックを操作したり、傘を使って飛んだりする場面が確認でき、プレイヤー同士の連携が重要そうです。不気味な雰囲気や世界観はそのままに、ゲーム要素が強化され、この世界への没入感を高め、常に緊張感のあるゲームプレイを楽しむことができそうです。リトルナイトメア3は2024年リリース予定、日本語対応の作品です。ザ・ランチャーズ、オープンワールドカントリーライフシム。大都会でのストレス社会に疲れた主人公が一握りのお金を元手に田舎で新しい生活を始める物語。ソロまたは最大4人で遊べる本作は、オープンワールドの何でもできる系スローライフシム。新しい土地を購入し、牧場経営をベースに生活を始め、動物の飼育や作物の栽培で資金を蓄え、さらなる土地を購入。牧場の光熱費の管理や資源消費の最適化を目指し、井戸、風力タービン、ソーラーパネルを建設して、余った余剰分を村に販売するといった経営要素もあるみたいです。またアイテムクラフトや建物建築要素もあり、マイホームを自らが建築し、室内の家具やインテリアもクラフトで作れるなど、比較的自由度の高いゲームシステムが特徴。さらには自転車、スクーター、数種類の自動車、熱気球といったたくさんの乗り物に乗って広大なオープンワールドを冒険することも可能で、この世界のどこかにあるファンタジーな場所で RPG 要素である戦闘が繰り広げられたりと、何でもありの田舎暮らしを満喫できるようです。トレーラーを見てても現実をモチーフにしているのかなと思いつつ、途中から火を吹くモンスターが出てきたりと、リアルファンタジーな世界観で展開していきそうな気もします。ザ・ランチャーズは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。テストドライブアンリミテッドソーラークラウン。大都市香港を舞台にしたオープンワールドレースゲーム。本作は1987年から続くレーシングゲームテストドライブシリーズとなり、2011年にリリースされたテストドライブアンリミテッド2から約12年ぶりとなるシリーズ最新作。息を呑むような大都会香港を舞台に、高層ビルや金融街、ネオンサインが輝くストリート、広がる砂浜、貿易港ヨットハーバー、そしてそれらをつなぐ高速道路など、多彩な環境がリアルスケールで再現されたオープンワールドレースゲーム。プレイヤーはシャープスとストリーツと呼ばれる2つの派閥に所属し、派閥内でのランクを競いながらも、香港で最も影響力を持つ大企業レディアントが主催するソーラークラウンという大会での優勝を目指すことになります。オープンワールドで作られた香港は、自然に恵まれた山々から発展した市街地まで様々な環境が1対1スケールで再現されており、実際の香港をドライブしている没入感を味わえるとのこと。また収録車種にはランボルギーニやフェラーリなど多数の実在メーカーの高級車が登場するほか、レース以外にもカジノやナイトクラブなど島を満喫できるアクティビティが用意されているとのことです。テストドライブアンリミテッドソーラークラウンは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。グレイゾーンウォーヘア、リアルさを重視したタクティカル FPS シューター。ゲームの舞台となるのは東南アジアのラオスをモチーフにした架空の国家ラマン民主共和国。プレイヤーは民間軍事会社の傭兵となって、東京ドーム900個分という42平方キロメートルにも及ぶこの土地の鬱蒼としたジャングルや山岳地帯、集落などを探索して貴重品を持ち帰ることが目的になります。ゲーム内容としてはダルコフライクな PVPVE の一人称視点シューター。アンリアルエンジン5による美麗なグラフィックとリアルさを重視した物理シミュレーションが本作の特徴。
戦闘では細部までにこだわった銃器のカスタマイズが可能で、100種類以上のアタッチメントを使用しての挙動を細かく調整することができ、ダメージを受けた部位や損傷具合によってパフォーマンスが変化し、リアリティを追求したヘルスシステムが導入されているとのことです。物語性はあるようで、東南アジアの島で起きた不可解な出来事を受け、地域全体が国際検疫下に置かれ、国連によってほぼ全ての民間人が避難。そんな中、3社の民間軍事会社に謎めいた依頼が舞い込み、その地域を探索していく中で謎が明らかになっていくといった物語が展開するようです。プレイ人数は明記されていませんが、 MMO ということで大人数参加型となると思われます。グレイゾーンウォーヘアは2024年リリース予定、日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で2024年リリース予定の面白そうなマルチプレイ作品を紹介しました。気になる作品はあったでしょうか？こうやって調べて紹介してみると、ソロで遊べそうな対戦マルチ作品も多そうなので、 TPS ならやってみようかなと思える感じがしました。今回ね、 PVPVPVE 作品などありましたが、タルコフ以外でヒットした作品がないような気がするんで、まあ、Steam でもね、そういったジャンルの面白い作品が出てくることを楽しみにしています。 PVPVP なんてなったらもうまちゃはちゃめちゃ乱闘みたいになるような感じもするんですけどね、まあ、ゲームシステムの構築次第でしょうかね。皆さんはいかがだったでしょうか？今回は以上となります。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日の良い一日でありますように。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。